「早々のフリーレン」は「どんんなな今ら聞けいののあすす。じ、こにちは、は、で早々フリーレン週刊少年3デー」で連載されている漫画です原作担当は山田兼仁作画担当は別かさで2020年4月から連載が開始されて人気に火がつきアニメ化もされています YOASOBI のオープニングテーマ「は、勇者」が耳に残るせいで なんとなく気になっている人もいるのではないでしょうかでも今さらブームに乗るのもなんとなくしらけるというあ天の弱な人のために早々のフリーレンについて解説します注意この記事には早々のフリーレンのゆるいネタバレが含まれています大魔王を倒した後から物語が始まる早々のフリーレンの冒頭は大魔王を倒した直後から始まります 普通なら大魔王を倒すために勇者が仲間を集めて様々な試練の果てに大魔王を倒して終わりですが早々のフリーレンではその真逆なのですちなみにフリーレンとはパーティーで魔法を担当するエルフの少女の名前ですこのフリーレン見た目は全くの少女なのですが実は千年以上を生きている大魔同士でした10年に及ぶ冒険の果てに大魔王を倒した勇者ヒンメル戦士以前僧侶ハイター そしてフリーレンは50年に一度降るエラ彗星を眺め50年を再びエラ彗星を見るために集まろうと約束し分かれていきます人間に関心を持たないフリーレンしかし人間としては長い10年間を共に過ごしたヒンメルやアイゼンハイターと違い1000年以上を生きるフリーレンにとっては10年はほんの一瞬のことでしたパーティーから離れたフリーレンは 単独で趣味の魔法収集ををししししなががら時過過ごします。そして、50年が経過したフリーレンの前に現れたヒンメルやアイゼンハイターはすでに年老いていました4人は約束通りエーラ彗星を眺めますがその後勇者ヒンメルは老衰により死んでしまいますヒンメルの葬儀に参列したフリーレンは10年間共に旅をしながらヒンメルのことを何も知らなかったことに涙し後悔しますそして これからは人間をもっとと知ろうと決意すす。るのです弟子を持つフリーレンその後旅を続けるフリーレンは僧侶ハイターに出会いますが追い先短いハイターは繊細孤児の少女フェルンをフリーレンに預けて魔法を教えてやってくれと頼み同時に未解読の魔導書を預けましたハイターの死をみとった後、フリーレンとフェルンは最後まで生き残っていたドワーフの戦士アイゼンの協力を得て フフリーレンンののの師匠にして伝説の大魔法使いラ手記には過去に魔王城があった大陸北端の地エンデにある死者の魂と対話できる場所オレオールの存在が記されていましたこうしてオレオールで亡きヒンメルと再会するという新たな目的を得たフリーレンは愛禅の弟子の少年戦士シュタルク行方不明の親友との再会を望む僧侶ザインという新たなパーティーを加え 人間をを深く知るるためのの旅を続けるのですフリーレンの魅力はギャップ萌えこのように寿命がとんでもなく長いため人間のような短い寿命しか持たない種族の感情に鈍感なフリーレンですが冷徹で表情に乏しいキャラクターかというとそうではなく変な魔法集めに執着するあまり99%ミミックが化けている宝箱を開けようとして上半身を食われたり低血圧で朝が弱かったり。 魔法以外の生活のクオリティが低すぎて弟子のフェリルに母親のように面倒を見てもらっていたりします一方で魔法については超一流で数えきれないほどの魔族を葬り去って「早々のフリー」レンと呼ばれて恐れられるなどギャップが激しいのがフリーレンの魅力ですまとめ RPG では魔法使いキャラとして欠かせない著名なエルフですがそんなエルフの目線から人間を観察する漫画は「 これまでありそうでなかったと思いますこの記事で早々のフリーレンが少しは分かったという方が増えてくれれば嬉しいですこの動画をもっと見てみたいと感じていただけた方はチャンネル登録をいただけると嬉しいです